はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、日曜日、一人で、昼飯を食おうとしています。またあれかよってね、思うかもしれません。今日はね、こちら、でーん、この間ご紹介しました、こちらのネオトライダガー GMC ネクスト、こちらね、クレーンゲーム専用版とね、以前の動画はね、これをどうしたらいいですかっていうのを皆さんにお任せするということで、コメントをお願いしたわけなんですが、コメントの中にね、もういきなりね、食べましょうとかね、焼いてください、煮てくださいみたいな話があったんですけども、まあ、一番多かったのは、ぜひ組み立ててくださいということですね。まともな意見ありがとうございます。組み上がったところを見てみたい言ってくださった方が多かったので、私もね、見てみたいということで、今回これを組み立てたいと思います。でまずね、前回と同じなんですけども、はい、こちらのね、蒙古タンメン、これを食べてから、やりたいと思います。ちょうど今ね、12時ちょっとぐらいなんで、これ食ってからやりたいと思います。なんかね、無性に食いたくなっちゃうんですよね。でもね、平日ずっと食ってたらね、ストレスでガンガン食ってしまいそうなんで、休日たまに食ってます。今週は2回目ですね。ちょっと多いですね。気をつけなきゃいけない。これが美味しいんで、蒙古タンメン、いただきます。もう終わった、もう終わった。どれ、ママも食ったっす。ミニ四駆超えてみっか。暗いな。よし、じゃあやっていきましょう。ショットね、こちら、まあ中身の方はね、紹介終わってますんで、サクッとね、組み立てていっちゃいたいと思います。で、今回はこのまま走らせるわけではないんで、こちらのモーターターミナル類ですね。あとはどうしよう、ギア、グリス、あとはローラーの方はね、ちょっとつけないで、まあボディとシャーシータイヤですね、主にその3つだけで、形を見たいと思います。じゃあやっていきます。ということで、トライダガー GMC ネクスト完成いたしました。モーターとかね、あと軸系のところとかローラーとか、その辺はね、入れずに、ステッカー、ボディ、シャーシ、タイヤのみで、見た目だけをね、再現いたしました。さあ、ではご覧いただきましょう。こちらです。でーん。はい、こんな感じになります。どうでしょうか。実写だとね、こう、際立って見えるね。大きい写真ないですからね。どうでしょうか。あとね、これ作ってみて思ったんだけど、究極にステッカー貼るの難しい。これはね、ちょっと失敗しました。ここ、破れちゃいました。はい、ということで、トライダガー GMC ネクスト、せっかくなんで、一眼レフのね、単焦点で、ちょっとね、動画を撮ってお伝えしたいと思います。はい。ということで、光のね、加減で、ちょっとまずいなと思って部屋に戻ってまいりました。じゃあ早速、こちらの EOS70D と 40mm の単焦点でね、これをつけて動画を撮っていきたいと思います。はい。では、こちらのネオトライダガー GMC を撮っていきたいと思います。手ブレ補正ないからちょっとブレますけど、ごめんね。せーの、でーん。はい、こんな感じでございます。いかがでしょうか。このクリアボディ、クリアのレッドね、ボディ、すげえ綺麗。そしてどうでしょう、このシャーシ。まあ、ちょっとね、黒いマウスパッドの上に置いてます。あ、マウスパッド汚ねえな。ちょっともうボロいな。黒い上に置いてるからね、余計目立つというのもあるかもしれません。でもどうでしょう、この赤と白の相性。これね、ネイビーね、青いクリアのボディもありますけども、あれもいいんじゃないかな。この白いシャーシ、めちゃくちゃかっこいいですね。
そしてこのホイールキャップ、ここもクリアになっております。これもいいね。で、ここがすげえステッカー貼るの難しかった。ちょっとシワ寄っちゃってんね。やっぱね、ステッカーちょっと貼るの苦手です。はい、ちょっとね、回してみましょう。後ろから見るとこんな感じ。あー、なんか後ろの、ね、ステッカーちょっと貼るの失敗してるね。はい、でもどうでしょう、かっこいいな、このタイヤとシャーシの白、かっこいい。そしてこの車高、低いね、低すぎるんじゃないかな、やばいんじゃないのこれ。はい、そしてここがね、はい、ここがステッカー、破っちゃったところですね。これは残念、しょうがない。はい、こちらはネクスト、これは赤ですね。赤に黄色い文字。はい、斜め前からどうでしょう。いいね。ちょっとこのフロントね、ヘッドライトのとこなんかもう、なんだっけ、なんかサメの頭、平らなやつみたい。いいですね。この風を切るようなフォルム、もう炎をまとっております。こんな感じでございます。そしてこの単焦点の画質、素晴らしい。やっぱ一眼レフいいね。はい、ということで、こちらのね、一眼レフで細かいところを見ていただきましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱね、この白と赤っつうのがね、かっこいいよね。これボディあんまりこうステッカー貼んないで、なんかちょっとうまいことやりたいなっていう気がしてきますよね。これ走ってたらかっこいいだろうね。いや、いいな、この白いシャーシ。ただね、 S1 なんで、スーパーワンシャーシなんでね、ちょっと僕はね、まだそこね、いじれるほどちょっとテクニックがないんだよな。これをね、なんとか、いつかね、大きいコースでコースアウトせずにね、コースアウトしちゃったらもったいないからね、コースアウトせずに走らせられるようになるまでね、まずは飾りとしてね、取っておきたいと思います。あそこに限定版並べちゃうっていう手もあるよね、あのボディだけ作ってね。はい、ということでこちらトライダガー GMC ネクストクレーンゲーム専用の限定商品を作ってみたという動画でした。また見てねー。